時間ありますか？美味しいお店を見つけたんですよ。何？それは本当か？どんな店なのだ？ケーキ屋さんです。美味しいし、お店もすっごく可愛いんですよ。おお、それはいいな。私も行くぞ。はい、ぜひぜひ行きましょう。ではでは参りましょう。お勉強はしてほしいですけど、でも息抜きもしたいですよね。ところで、その五日くんはできますか？ありがとうございます。やっぱり男の子はこういう時頼りになりますね。はい、ありがとうございました。プロデューサー、プロデューサー、疲れている。そうなの？あのプロデューサー、私、本当にアイドルになれる？
そうじゃなくて、なんていうか、その今よりもっとみんなに注目されて、若い子の憧れみたいな存在に。夢みたいな話。プロデューサー、きっと私を連れて行って輝くあのステージへ。あのプロデューサー、この衣装、商店街で歌うには少し派手すぎない？シド、プロデューサーはあの衣装がいいの？そう、ならいい。あれを着て頑張る。どうしたの、プロデューサー。たくさんの人に聞いてもらえるようにするにはどうしたらいい？笑う、私にはとても難しい。したい。有名になってプロデューサーとの怪しい関係を写真誌にすっぱ抜かれて電撃入籍したい。どうすれば笑顔が柔らかくなる？楽しいこと？わかった。やってみる。どうしたの、プロデューサー。別に、私が楽しいと思うことを想像していた。実にエキサイティングだった。概念としては知っている気がする。わかった。試してみる。わかった。どう？笑っていた。
そんなことはない。気持ちの上では2000ワット爽やかスマイルだった。造作もない、極めて破顔している。これではまずいの？大丈夫、問題ない。プロデューサー、お帰りなさい、シド。指導の帰りを待っていた。指導はアイドルが好き。そう、あまりに可憐で今すぐ結婚したくなった。それなら今すぐにでも誓いの証を立てる必要がある。問題ない、ちょっと聞き間違えただけ。学校に残っていると聞いた。迎えに行くの？そう、なら私も一緒に行く。学校は私の家に帰る通り道。同行するのは合理的。人気のない校舎、二人きり。過ちはすぐそこ。アルスマリア、指導は優しすぎる。それは今回に限らない。本当はもっと、指導には考えなければならないことがあるはず。でも私は以前指導に言った。あなたの言うことを信じたい。だから指導は指導の正しいと思うことをしてほしい。私にもそれを見せてほしい。ただしそれはそれとして、浮気は許さない。指導がよからぬ考えを起こす前に、まずは既成事実を作るのは最優先事項。使ってしまいました。はい、気になることがありました。
それよりも指導が探しに来てくれて嬉しいです。やはり予想通りの反応です。こうすれば指導が探しに来てくれると思いました。ゲームではこうすることでドキッとするものなのでしょう。指導のそういう反応が見たかったのです。指導、見つかったのなら早急に帰宅すべき。ついでに恋人の私を家まで送っていって。指導。